ちは、デリシュキッチンです。魚肉ソーセージカツを作ります。まずボウルに薄力粉大さじ4、水大さじ4を入れて液状になるまで混ぜます。魚肉ソーセージ3本を絡ませてパン粉を適量つけていきましょう。フライパンに高さ1センチ程度までサラダ油を入れて熱したら、170度でこんがりと色づくまで揚げて完成です。いかがでしたか？以上、デリシュキッチンでした。バイバイ。